2つ振ってくれましたけどね、いや小山さんが横で学ばれてるんですけど、それと平野はもう34イニングを、まあ、今シーズン投げてますけれども、フォアボールっていうのは2つしかないんですね。ああそうですかね、この数字はすごいですね。うん、ジニルイカンです。結果はヒット、2アウトからブラデルが出ました。タイガース8本目のヒット。今のバッティングなんて見たらもっと打率ね、うん、残りそうですけどね。ああいう球をミートしてヒット見せてますからね、まあ、その前の、ね、2つはとんでもないの振りましたけどね、はいはい、まあ、ランナーいる場面でああいうバッティングを、ね、言ってほしいですよね、はい、先ほどタイムリーありましたけどね、はい、ああいう場面で渡辺のところに回ってきましたので代打関本登場です。昨日はヒット1本。ただ満塁のチャンスでの代打のシーンではファーストへのファールフライという形でした。バルディスがさばいて3アウト。8回の裏タイガース得点ありませんでした。6対1差は変わりません。